皆様、こんにちは。ウェビナー CSC がゲームチェンジャー。ゲームソフトウェア業界における脅威の最新動向と多様化する攻撃への対策とは、え、ご参加いただきありがとうございます。本日、モデレーターを務めさせていただきます、モ、え、ロ、ー、と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ウェビナーを始める前に、いくつか連絡事項がございます。 今回のウェビナーでは複数言語の同時通訳をご用意しています。ご希望の言語につきましては画面下の言語ボックスよりご希望の言語を選択ください。また、スピーカーの講演中に質問があった際にはチャットボックスにご質問を入力できます。いただきましたご質問につきましては、プレゼンテーションの最後の Q&A セッションで回答する時間を設けておりますので、そちらで回答させていただきます。 また操作等の技術的な問題がある場合もチャットボックスにご記入いただければ担当者より解決のサポートをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のスピーカーのご紹介をいたします。本日のスピーカーは弊社 CSC より事業開発担当マネージャーのジアーノ・マヨラーノ、バンジー社より ホーム部門シニアマネージャーを担当されていますマージョリー・マーティン様そしてエンターテインメントソフトウェア協会 ESA より IP 保護セキュリティーチームプログラムマネージャーを担当されていますアレックス・マーティン様の3名となっておりますまず初めの講演は CSC のジ r によりさせていただきますジ r には CSC のデジタルブランドサービスのコンサルタントで ドメインのセキュリティとオンラインブランド保護の支援をする一方で、生涯を通じて熱心なゲーマーでもある彼は、ゲーム業界が直面するユニークな課題に特に関心を持っています。そんな彼より、ゲームソフトウェア業界に特化したブランド侵害の脅威の現状においてお話しいただきます。それではジアにどうぞよろしくお願いいたします。 失礼いたしました。おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。この度はゲーム業界に関わる非常に興味深いトピックのセミナーにご参加いただきありがとうございます。csc を代表しまして御礼申し上げますとともに、当ウェビナーが皆さんのビジネスに有益なものとなりますよう願っております。ご存知のように、csc は企業のドメインネームのセキュリティやガバナンス、そしてオンラインにおけるブランド保護。 不正予防ににににおいいいててて世界界的にサービスを提供ししるる団体ですす我々の顧客企業をる業界に垂直に転化していま CSC は特にゲーム業界で世界的に著名なブランドの支援と保護に注力しておりゲーム業界でも表からはよく見えない特有の課題とそれにどのように対処していけばよいかという知見を有していることから裁判犯罪の予防と抑止の中心的な存在となっております。 ゲーム業界がオンラインオフライン双方の脅威にさらされているというのは実は複数の側面があります。すいませんちちょっとお待ちください Okay. Should はいよろしいでしょうかゲーム業界がオンラインオフライン双方の境にさらされているというのは実は複数の側面があります日進月歩で進化する技術に合わせゲームに関するテクノロジーの実行そしてこれを侵害する技術というのも進化していますゲーム業界というのは巨大な産業ではあるものの テレビゲームという括りと密接に関わるゲーマーコミュニティへと細分化されており各コミュニティはそれぞれ関わり合いがないことが多いです特に企業の関与や法律的な問題となるとゲーマーたちは自分たちの島を荒らすなという態度を取りがちですそしてゲーマーたちは通常企業側に組みすることはありませんユーザー外するゲームを支えている企業にとって持続可能な環境をもたらすことが目的であったとしてもです またゲームはコンテンツクリエーターインフルエンサー TikToker などさまざまな人々の交流の場ソーシャルプラットフォームにもなっていることからゲーム会社がすべきことの是非というのは非常に複雑になっています。こうした中犯罪者すなわちゲームの世界で違法な利益を生み出そうという輩の手口の進化というものは興味深いものでもあります。ハーードドウェアををいじってマイクロチップを埋め込みコードを調整したり 偽造アイテムの販売を行うには専門的な技術が必要でしたまた CD がゲーム配信の主たる手段になっていた時代では CD を焼く機械バーナーが大きな問題でした不正 CD の読み取りを予防する手段がなかったのです現在は全てがデジタルオンラインとなり儲けの大きい不正がこれまでにない規模で発生しています しかも物理的な製品は一切ないのです本ウェビナーではゲーム会社がどのような攻撃を受けどのようにこうした問題と戦っているかについてお伝えしていきます中小のゲーム会社だけではなく大手であっても実際には完全なブランド保護対策というのはありませんこのウェビナーではまずどこから手をつけるのか そしてどうすれば顧客または企業の要請に応えてネット上からこうした不正アイテムを駆除できるのかについてお話ししていきますまずお話しするのはゲーム業界が直現在直面している違法行為の種類ですゲーム会社がオンライン上でどのような問題に直面しているかという問題だけを取り上げるというわけではなく多くの主な課題についても議論はしていきます しかし一番の焦点は UDG、不正デジタルグッズというものです。これはゲームに関して有形のプロダクトではなく、バーチャルで取引されるあらゆるものの総称として使用している言葉です。UDG の最も基本的な形、これは CD バーナーの時代ですと、いわゆるプログラムにアクセスするために使う1回だけ使用可能な固有の CD キー、プロダクトキーなどが挙げられます。 固有のキーさえあればどこからゲームを入手したとしても関係ありませんしシステムにアクセスすることが可能になりますこうしたキーはネット上の取引サイトやスタンドアローン個人サイトなどで売られていますこのような形で販売されているキーは違法販売またはゲーム会社の定めたルールに基づかずに販売されているということになります キーの偽造トラックされていない可能性キーの漏洩によって会社の利益にならないなどこれは当然問題となります UDG はさらに進化した形を取ることもあります例えばゲーム内で購入可能なスキンやアクセサリーが違法に取引されることもあります 今日ではこうしたゲーム内のマイクロトランザクションはゲーム会社にとって重要な収入源課金収入となっています昔はさまざまな理由でなかったものですそもそもゲームというのはオフラインでしたゲーム内での取引はどんなものであれ不可能でしたもちろんそんな時代は過去のものとなりほとんどの取引がオンライン上で行われています加えて今のゲームは リアアルタイムのアップデートが可能となっています購入後すぐにこうしたスキンは使用可能または通常のアップデートの一部となっています。ということでネットのあらゆるるとととこころでで発生しているということですその他のデジタルグッズはゲームそのものだったりゲーム内通貨だったりゲームアカウントそのものであったりまたそのゲームのエコシステム内でボーナスとして提供されるあらゆるものが含まれます。 特にスタンダードローンのサイトは大きな問題となっており本物そっくりでコンテンツを見ても安全な取引が可能に見える体裁を見事に装っていますロゴもダウンロードもプレビューもすべて本物そっくりさらには URL にまで同じブランド名が使用されていたり もしくはその略称が用いられたりしていて、より正規のサイトらしく見えます。問題はこうしたサイトが実際は正規のサイトではなく悪意のあるソフトウェアの源であり、正規のビジネスとは相入れない闇市、闇サイトであるということです。また、ゲーム内のチートやハックという形を取ることもあります。これは オンラインプレイのゲームではゲームサーバーにさらに多くの問題をもたらすことになりますよく言われるのがいわゆるエイムボットです特定のスポットに必ず命中するまたは敵が視界に入ったら自動的に命中させるチートです e コマースのサイトにはかねてからこうした問題が存在していましたかつては物理的なものが 取引されていましたまあ、今でもマーチャンダイスという形で続いていますのはだとで言及します偽造 CD や改造チップ偽造ゲームなどは eBay で1ドルほどで取引されていますこれが CD キーやゲームそのものゲーム内通貨イベントへのアクセス権などの取引へと進化していきました e コマースのサイトは今やどのゲーム企業にとっても注視すべき存在であり広くゲームコミュニティ全体の問題でもあります デジタルグッズの陳列販売を通じて本物であると信じたユーザーから不正に金を巻き上げているわけですまた今日すべての企業がそうであるようにソーシャルメディア SNS はゲーム企業にとっても大きな問題です SNS のハンドルネームにも企業のマークやロゴなどがこれ見よがしにつけられていて正規とまるで関連があるかのように見えるからです こうした悪人たちは企業のブランドにただ乗りして SNS における自身の存在価値を高めたり手っ取り早く不正行行為を行っているのです正規のものだと正規のものだと騙されたユーザーバイヤーはリンクをクリックしたが最後フィッシングサイトや不正サイトに誘導され不正な取引に手を染めることになり エンドユーザーが貶としめられるようなエコシステムが作られることになるのです。これら3つのエリアの中でも最も UDG の販売で顕著なものの1つがアカウントの再販です。これはウェブサイト上、e コマースのサイト、SNS いずれでも見かけます。例えば、 ゲーム内通貨の不正取引ではゲーム内で効率的でしかし単調なお金稼ぎのアクションを何度も繰り返してゲーム内通貨をたんまりとため込んだアカウントをお金を持った状態で始めたいプレイヤーに販売するというものです。これはゲーム業界ではやってはいけないこととされていますが実際にはこうしたことをやっている人はたくさんいます。 世界的には一部副業のようなものとなっていたり現代の奴隷労働のように組織から強制されてやらされているという人もいるような問題ともなっていてこうしたことは特に中国などで見られています。ゲーム会社が直面している問題というのは積財産権に関わる問題というよりも ゲーム業界に独特とも言える配信者やインフルエンサーに関わる問題があります知的財産権の侵害は YouTube やそして Twitch では日常茶飯事ですこうした侵害の多くはですね紹介されてなんぼという雰囲気から来るものですある意味ゲームとコンテンツクリエイターは共存共栄の関係だとゲームのプロモートを助け そしてゲームへの関与が深まるそしてゲーム会社がより人間的になるのだという考え方です大体の場合それは正しくゲーム業界全体にとってはプラスですしかしインフルエンサーといえど一線を超えることがあります問題はその一線をちょっと超えただけなのか大きく超えてしまったのかということです ここが曖昧なところでホーム部も絶えずこのせめぎ合いの中で仕事をしていて上手な対処をしていかなくてはなりません。1000万人のフォロワーーーーがいいるユチュバを敵に回したくないで,す、ね、ですがフォ,ロワーフォロワーが多数いるからといってルールや法律を破っていいことにはなりません。事実こうしたインフルエンサーが本来は売ってはならないものを販売していたりしますのでこれは当然有形物の販売という別の問題となってきます。 T シャツや靴、パーカー、猫耳、ジャケット、レプリカなどさまざまなものが毎日のように販売されていますがその多くが模造品などの不正なしなものですこれは本物ですよこれらはオンライン上さまざまなところ、至るところで売られています e コマースのサイト、スタンダローンのサイト、SNS などですロゴやグラフィック フレーズなど本来用いてはならないブランドを勝手に使用して利益を得ているわけです。これはオンラインにプレゼンスのある全てのゲーム企業で起こるような問題であり中小のゲーム企業でもヒット作があれば悪人どもがうようよと群がってきます。こうした有ののものは 悪人にとってはまさにドル箱となっていますが企業にとってはこれは収入機会の一室となりますオンライン上では B2B のサイトでこうした不正アイテムの大量取引が行われていてそこから B2C のサイトへと小売りで流れているという状況があります 世界中で爆売れするような超人気ゲームを送り出した会社であろうと創立まもないインディーズ系の企業であろうとゲーム会社が直面する問題は多くあります中小のゲーム会社がヒット作を作ったこれはまさに夢が叶った瞬間でしょうですがここで私たちが強く訴えたいのは規模が大きくなればなるほど権利侵害の規模もサイバー脅威の規模も大きくなるということですインディーズ系の開発者だと こうした問題の存在すら知らないという人も多くて、サイバー犯罪の格好の餌食となっています。ありがとうございました。ジアニー、ありがとうございました。 ゲーム業界における知的財産権の侵害は至る所にあることが大変よく分かりましたそれではどのように業界内でブランド保護をすればよいか次のスピーカーからぜひ聞いてみましょうさせていただきます次の,次のスピーカーはバンジー社のマージョリー様になります マージョリー様はオリジナルビデオハローとディスニーシリーズの開発元であり世界最大のビデオゲーム開発会社の一つであるバンジーのホームオペレーション担当シニアマネージャーですゲーム業界ではニンテンドー・オブ・アメリカエレクトロニックアーツソニーセガにおいて調達人事から契約管理そして製品開発に至るまで長年の経験を積んでおられますそれではマージョリー様より ブランド保護を戦略的にスタートするためのチュートリアルバンジー社の事例を交えてについてお話しいただきますマージョリー様どうぞよろしくお願いいたします皆さん私マージョリー・マーティンと申します 今ご紹介に預かりました通り私はマーティンと申しますそして私はバンジーインコーポレーテッドの法務部のシニアマネージャーを務めております、えー、弊社はヘイロやデスにその他のビデオゲームを作成しております私はその弁護士の業務以外の全ての法務業務を担当しておりますそしてビデ,オゲビデオゲーム業界にほぼ全てのキャリアを費やしています私が2019年バンジーに入社する以前はコーポレートブランドプロテクションプ,ラグプログラム 何なのかということは全く知りませんでした。私は全くゼロの知識からえブランドプロテクションに関してのえバンジーのコーポレートプログラムを監督する立場へとえ変容していったわけです。私の経験を共有させていただきたいと思います。まず最初からそれには何が起こったのか。私がバンジーに入社した直後。えー アクティビジョン・ブリザードとの関係性を解消することを通知されました。アクティビジョンはバ,バンジーのパブリッシャーであり、えー、ブランドプロテクションサービスを弊社に対して提供していました。私のマネージャーである、えー、バンジーの一般顧問が、えー、その、えー、バンジーのブランド保護プログラムの作成の、えー、役割を私に、えー、任命しました、えー。これを受けまして、えー、私は、 早急に動かなけければいけませんでしたと言いますのもアクティビジョンのサポートはほんの数ヶ月後に終了する予定だったからです。そこで私はまず最初に社内外部の連絡先をまず洗い出し誰と会うべきかそして次のステップを特定するにあたってどのような話をするべきなのかということについて 考えてましたそしてその後コンシューマープロダクトとコミュニティーチームのメンバーと会い、えーそ,のえー、その当時のブランド保護プロテクションのプログラムについての感想を聞きました。そしててて点についても、えー、弱点につついいもも弱意見を 聞きましたそして、えー、彼らは、えー、その当時のプログラムに非常に不満でした数多くの製品が、えー、その侵害されそして売買されていたことに対して大きな懸念を抱いていましたそしてその後私アクティビジョンのブランドプロテクションマネージャーそして彼らの社外へ、えー、顧問とも会い そしてえバンジーのマーチャンダイズでその侵害された形でえ取引されているような状態をどのように取り下げていったらいいのかということについて検討しましたえただしこの当時もうすべてあ彼らとの関係性が潮を迎えつつありつつありましたので、えー、難航しました、えー、そこで私は、えー、その,、えーえー、そのいろいろ調査をし,した結果 ESA エンターテインメントソフトウェア,アソーシエーションにえー、えー 加入することが助けになるということを知りました。そして、その社内外のチームとその調査を重ねたわけなわけなんですけれども。その企業にとって最大のリスクの原因となっていた。そのえ、侵害品を特定しました。当時え 3d の。 デスティニー2のウェポンが、武器がそのディスプレイあるいはコスプレ用途で販売されていました。これらの模造品というのは非常に大きな脅威でした。と言いますのも、この1対1の,その武器の模造品がバンジーの知財を侵害していたということだけではなく、えー 場合によっては本物の武器とは間違えられる可能性もあったからですそして犯罪に使われる恐れもあったからですそれ以外のリスクとしましてそのバンジーがとりわけそのある程度のレベルを達成したプレイヤーに対してのみ販売あるいは付与されるように作られたマーチャンダイズも侵害されて取引されていました。それ以外のリスクとしましまては、T、シャツやピン そして、えー、我々のオリジナルゲームやサントラが YouTube でストリーミングされそして正規化されているというようなこともありました。そして次のステップを判断するにあたってしたことは以下のとおりです、えーえー。それまで、えー、バンジーの,そのブランド保護は比較的小規模な弁護士事務所によって管理されていましたけれども非効率的でした。 その侵害品が販売されているウェブサイトの定期的なモニタリングをされておらずいわゆる C&D 停止命令通知というものもほとんど送られておらず送られていたとしても効果を発揮していませんでした。 そしてこのプロセスというのはいかにももぐらたたきのようで一つのリスティングを取り下げてもまた次にすぐさままた別の問題が発生しました。えー、ということでベンダがが必要であるとということが如実に分かりましたそしてその次ですけれどもベンダーベッティングです。 皆さんもお分かりかもしれませんけれども、その、えー、資材を守ってあげ、守あの保護すると歌っているようなベンダーは数多く存在しているわけなんですけれども、どこから着手していいかわかりませんでした。えー、数多くの人たち、えー、をそのインターネットで、えー、検索し、そして我々のビジネスをサポートしてくれるというようなベンダーをいくつか絞り、えー、その何社かと面談したわけなんですけれども、その大半がビデオ業界の 知見がありませんでしたで私はそのビジネこの我々の業界に通じているベンダーを求めていたわけです。えそこでこの ESA のメンバーシップが非常に価値あるものであるということがに分かってきたわけです。私はブランドプロテクションに焦点を当てました。そして ESA に,に対して私が経験していたフラストレーション。えその 業界のこの業界に特化したブランド保護の経験があるベンダーがなかなか見つからないということを申し上げたところ私が探していたぴったりの会社 CSC を紹介してくださいました。私はは、まあ、この会社とは何年あの 仕事をさせていただいておりましたそしてその企業体のサポートのあ仕事もさせていただいておりましたのでこの会社は知っておりましたそして最終的には CSC をベンダーに選んだわけなんですけれどもその前に数多くの作業を要しましたすべての製品のデモンストレーションを見てそして内部の話を持ちそしてベンダーを一社から三社まで絞った後 えー、その彼らが提供する参照について情報を。 そして他のその顧客がどのような体験を持っていたのかということについての情報を入手することが非常に重要でしたそしてその契約に至るまでのプロセスはどうだったのか導入についての状況はどうだったのかそしてサービスやコミュニケーションについてはどうなのかということについてもすべて情報を引き出しましたこれらはすべて重要ですそして最終的に新しいベンダーと契約を締結する際にはもう信じて大丈夫だと思って飛び込む必要があります。 と言いますのはあ、私はまだこの分野についてまだ熟知しておらず、え手探りで進めているからです。次にサービスの期待を策定します。私は1日のうち、そのテイクダウンにどれぐらい時間を費やすのか、そして、もしあの侵害アイテムで,で取り下げる必要があるものが見つかった場合、チームとどのように連絡を取ればいいのか、どのどれぐらいの頻度を合う必要があるのか？そして定期的なレポーティングを。 受けることができるのかという質問がすべて回答済みになったところで、そして期待が、あ、期待値を策定することができたところで初めてその契約担当の弁護士と会、そして契約を締結するわけです。で、一旦その合法なそして非合法的な侵害リスティングをあ特定できた後。 そのブランンンドプロテクションベンダーとと話をすることになりますまず最初にホワイトリストこれというのはあの合法的にそのコンテンツをストリーミングしているウェブサイトのリストですそしてライセンスとパートナーというのはえその会社の製品そして他のそのマーケットプレスにおける IP のライセンサーマニファクチャーの一覧ですそしてキーワードやイメージというのは、えー ベンダーがその侵害している製品やリスティングを探すにあたってどのようなキーワードを入れたらいいのかあるいはその名前やブランドやロゴの一覧ですそしてこの情報を提供でできききればできるほどベンダーに役に役立っていきますそしてそれ以外に役に立つパートナーとしましてはもちろんその素晴らしいブランドプロテクションベンダーを探すことは非常に素晴らしいことなんですけれどもそれ以外にも必要なのは いわゆるその、えー、現場でその仕事をするプライベートインベスティゲーターその民間の調査員が必要になってきます彼らは実際に、えー、その必要必要な事態が発生した場合は停止、えーえー、停止命令を出しそして世界的にそれを実行することができます。そして、えー その侵害されたアイテムが見つかった場合、その法務部に報告を上げる必要があるわけなんですけれども、そのような情報が簡単に皆さんに対して報告されるようなシステムを構築することは非常に役に立ちます。我々のベンダーはディストリビューションシステムというものを、えー、構築しましたけれども、えー、内部のその。えー 当該者そしてベンダーにベンダーの担当者も全てそのそこに含め入れられましたのでもし何か侵害があった場合すぐに取り下げることができるようなシステムを立ち上げましたそして先ほどジャニーからもありましたようにリスティングサービスというものも含まれます多くのビデオゲーム業 会社,会社ではブースティングサービスに関してそのサービスの侵害を体験していますそのプレイヤーに対してプロバイダーにそのクレデンシャルを提供する必要があるからですそうすることによってそのゲームのより上のランクに上がっていくことが可能になるわけです、まあ、もちろんチーターというのは誰も好きではありませんねほとんどのプレイヤーやコミュニティはチーティングソフトウェアを使う ようなところはあ嫌いします。A ボットもそのうちの一つです。そしてえ弊社は積極的にそのようなあ相手をその提訴していきました。そしてこ非常にアグレッシブにその放火的な訴訟を展開することによっていあえさ走行しています。そしてそのようなプレイヤーをおえ そのようなソフトウェアを使っているようなプレイヤーというのはこのゲームを使うことから締め出される恐れもあります。で私がそのえブランドプロテクションプログラムを策定するよう任された日からえそのベンダーをとえ契約を締結するために3か月半かかりました。そしてその後インプリにえ数週間か,か,りかけました。え最初に 最初,は最初には一日,日1時間そのようなアイテムをマーキングし取り下げることに時間を費やしましたけれどもほんの数週間後その時間は1週間に1時間へと減りそしてベンダーのアナリストは IP やビジネスに関しして馴染んできました私は今リグ、リーガルコーディネーターとしてその1週間に2回プロテクションダッシュボードのモニタリングをしそして内部のチームとコーディネー,ションコー,ディネートしそしてそのどのアイテムが侵害されているかあるいは合法であるかということについて特定確認をしています。私はブランドプロテクションプロあ エキスパートとは決して申し上げませんそして非常に困難な直あ課題に直面していたわけなんですけれどもこのような経緯を経て今の状況に至ることができましたお役に立てれば光栄ですご,ご清聴ありがとうございましたマジョリ様ありがとうございました ベンダー契約や契約当初の作業実施には時間がかかりましたが短縮された時間が明らかに効果を表していましたね。とても素晴らしいことだと思います。大変ありがとうございました。それでは次のスピーカーのご紹介をさせていただきます。次のスピーカーはエンターテインメントソフトウェア協会 ESA のアレックス様になります。アレックス様は米国のビデオゲーム業界を統括する業界団体。 エンターテイメントソフトウェアアソシエーション ESA の IP プロテクションセキュリティーチームのプログラムマネージャーを務めています。5年以上にわたり30社以上のゲームパブリッシャーのビデオゲームデジタルアセットの不正使用対策を主導してきました。それではアレック様より権利行使効果を劇的に向上させる ESA からのヒントについてお話しいただきます。アレック様、どうぞよろしくお願いいたします。 はいありがとうございますおはようございますこんばんはアレックス・マーティンと言いますエンターテインメントソフトウェア協会で知的財産権保護セキュリティーチームのプログラムマネージャーをしております ESA という業界ですねこの業界に入って5年になりましてずっとオンラインの複数のプラットフォームにおけるデジタルアセットの不正使用対策に関わっています 最初に私が触れたゲーム機はプレステでしてサルゲッチュやみんなのゴルフ2をやってました今はゴッサムナイツマリオ・ラビッツ・ギャラクシー・バトルそして発売当初からサイバーバンク2077をやっています、はい、ではエンターテインメントソフトウェア協会とは何でしょうか我々はアメリカのテレビゲーム業界を代表する業界団体です 世界各国のゲームソフトメーカー30社以上とお付き合いがありましてソニーさんニンテンドーさんエピックテイクツーなどがありますソニーさんニンテンドーさんはアメリカ社とのお付き合いとなります ESA は首都ワシントンに事務所がありまして IP 権利行使の部署と協力して政策提言の問題を取り扱ったり毎年ロサンゼルスで開催するゲーム関連の見本市 E3 の開催を手掛けております ESA は年に作られましもともとアメリカ政府がモータルコンバットやナイトトラップといったテレビゲームの暴力性に対する懸念これに対処する団体として作られました当時はデジタルソフトウェア協会という名前で政府の規制を避けるのが目的でしたテレビゲームにおける権利行使はなぜ厄介なのかということですが端的に言えば それは各メーカーがそれぞれ少しずつ違うやり方をしていてそれは悪人たちもそれぞれの手法で摘発を逃れているということです ESA は特殊な存在でしてというのも競合するゲームメーカー複数社と協力して権利行使を行っていますそれぞれ運営も戦略も異なるのでそれぞれの課題があります私は ESA で UDG 不正デジタルグッズの担当をしています これは正規のエコシステム以外でゲームのデジタルアセットを不正に販売することですこれらにはチートサービスやエイムボットとかですねアカウントブースティングゲーム内アイテムデジタルアカウントバーチャル通貨の取引などが含まれます悪人が作ったスタンダドアローンのウェブサイトのほか eBay や Amazon といった人気サイトにおける不正取引に対して権利行使を行います 先ほども申し上げたように各社それぞれのエコシステムを構築していることから権利行使にはそれぞれ別個の問題が生じます。例えばフォートナイトのゲーム内通貨である v b o x は本物のお金を払って購入ができますがゲーム内のエコシステムでは取引はできません。他人に v b ク x をあげるには自分のアカウントをその人に売却する必要がありますこれをデジタルルアカウントリセール再販と言います。 しかしながら、ワールドオブウォークラフトや FF14 といった多くの MMO では、プレイヤーキャラクター間でバーチャル通貨やゲームアイテムの取引が認められています。また、FIFA シリーズやマテン、FLL などでもゲーム内アイテム、デジタルプレイヤーカードの取引がゲーム内で可能です。 適切な権利交渉を行うには、悪人が具体的にどのようにデジタルアセットを売買しているか、また販売後そのアイテムがどのように交換されているかなどを知らなくてはなりません。さもなければ、オンライン上でどのようなキーワードをスキャンするべきなのかがわからなくなりますし、ゲーム内の妙なトレンドにも気が付けません。 そういう意味ではディスラプション妨害というのが ESA の戦略です UDG の販売主に二つのエリアで行われます一つはスタンダードローンのウェブサイトもう一つはいわゆるマーケットサイトとなります CSC はマーケットサイトの権利行使を担当していて我々は CSC と協力してメーカーから権利行使の委託を受けたゲームソフトのタイトルリストを作成しますここでは我々は販売の妨害をします あるゲーム内デジタルアセットが eBay で販売されていたとしますすると CSC の魔法によって CSC は eBay と協力して実際に販売される前にその販売情報を削除してしまいますこうした妨害方法はワークフローに則っ,って行われます こうした類の不正販売情報というのは、UDG の種類やゲームタイトルが異なっていても同じであることが多いんですけれども、CSC やその他のベンダーと協力することで、我々の監視の目をくぐり抜けようとする新たなパターンやトレンドを絶えず見つけようとしています。これまでにクリップを売っていると見せかけて、100万 FIFA コインを販売しようとしたりするものや、意図的にスペルを変えていたり、 著作権のある画像に手作りのアートワークを購入させて監視をくぐり抜けるものもありましたスタンダードローのウェブサイトはもう少し厄介になりますアメリカではデジタルミレニアム著作権法という法律が1998年に施行されましたこれは権利保持者が著作権で守られた作品の不正使用の削除ができるようになったものです スタンダードローンのサイトでは妨害は金銭のやり取りの妨害だけではなくサイトの運営サイトとユーザー顧客との連絡そのものを妨害しなくてはなりません。しかしスタンダードローンではホスティングプロバイダーや決済処理業者 SNS 広告など流動的な要素が多いので一つのやり方というのはいわゆるサイトオペレーターと協力するということが挙げられます。これは うまくいく場合とそうでもなかった場合があるのですが、デジタルミレニアム著作権法を適用してペイパルやトラストパイロットまたゼンデスクといったプラットフォームに対してこうした不正販売サイトにしながるアカウントの停止措置などを講じてきました。決済業者を使えなくすれば顧客は暗号通貨を使用するしかなくなり、そして。 チャットボットを封じれば質問の答えが得られにくくなるというふうになります我々は引き続き権利行使の方法を構築しこのような各プラットフォームとの関係を強化することで厄介な状況の上位レベルの処理を実現していきたいと考えています私の連絡先は記載の通りですえご質問などご遠慮なくどうぞそしてワシントンにお入れの際はぜひ一緒にゲームをしましょうありがとうございました アレックス様、ありがとうございました。市場内で悪質行為をしているものは、いかにブランド内に悟られないように日々巧妙化していて、それを監視するベンダー側もどのようなパターンがあるのかを分析するという取り組みがあるのですね。このような作業は長年の経験がないと発見や対応も難しいですし、それに加え CSC のアナリストチームがいろんなチャレンネルと連携しているのは、悪質行為の徹底排除に促進できることだと思います。 ありがとうございました、えー、それではですね続いては、えー、チャットボックスに寄せられた質問をご紹介したいと思います。<laughs> 本日ご参加いただきました、えー、オーディエンスの皆様からですね、えー、先ほど、えー、講演いただいた3名の方に対してですね、えー、質問を受け付けております。下の、えー、入力欄、チャットボックスにですね、ご質問をご入力いただいて、えー、この場でですね、各スピーカーの方たちに回答いただければなと思っております。少し、えー、入力の時間をちょっと待ちたいと思いますので、えー ご質問のある方はご入力のほどを待っていただければと思いますちょっとこのままお時間待ちたいと思います はいありがとう、ありがとうございます。えー、ちょっといくつかですね、えー、ご質問をいただけましたので、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、まずは最初のご質問ですね。えー、弊社の CSC のジアー,ー宛てにですね、質問をいただいております。えー、権利行使とはどこまで可能なのでしょうか。 単にページをシャットダウンするとか、それともいくつか何か段階を経て実施されるのでしょうかという質問をいただいております。ジアニさん、いかがでしょうか チャットボックスにえと日本語の質問の翻訳があればありがたいんですけれどもえまたあのマージェリーとアレックス宛ての質問も同時に上がっているかと思うんですけれども。 さん聞こえますか私の方聞ここええまますすかか私でしょうかはい、<Okay. S 3> 聞こえます。少々お待ちください。 最初の質問はおそらく私宛ではなく、マジョリアテだと思います。サービスを使うと、それがうまくいったかどうかの指標があるかどうか、そのような指標が設けられているのか、そして、経事的にそれらが変化したかどうか。Uh, well, あ、もう、ちょっと待っあそれじゃあ私が答えます。私が報告しました、レポーティングですけれども。 そのあの、そのきちんとうまくいったかどうかをあの測るための指標です月間にどれぐらいのリスティングが取り下げられたかという報告が上がってきました。そして、コンプライアントのあ、その法,法令遵守のパーセンテージも上がってきました。そして、またそれらのリスティングの数値も。 上がってきましたですから、刑事的にそれらのデータが集計されて、数値の動きが把握できました、そしてサービスがあ始まって以来の,その推移ということを見ることができるわけなんですけれども、それらを毎月内部のステークホルダーに配信しています。はい えー、それではですね、えー、続いての質問ですね、えー、と一応、えー、マージョリ様宛てに、えー、ということになっております、CSC のサービスを使用した後評価に使用する成功基準はありますか、それらは時間の経過とと,ともに、えー、変化したりとかしますでしょうか。 それではレポーティングの話に戻ると思うんですけれどもまず最初もう最初はもう定期的に何かをしていたということは全くなかったんですですからほぼゼロから定期的にそのリスティングを取り下げるというところまで、えー 変異していったわけなんですけれども、もちろん、経事的にマーケットプレイスも変わってきますので、えー、たあのリ,リスティングの大変が EBA になったり、レッドバブルになったりということもあるわけなんですけれども、それらの報告書を、えー、我々の監視に基づいてカスタム化することができるわけです。そして、えー、最もその悪意ある、その攻撃的なセラーがどこなのか、そしてそれらのセラーが のうち何て、あの何箇所その取り下げたかどうかということをそのレポーティングの一環として把握していくわけなんですけれども、私の今の答えで回答になっていましたでしょうか、はいえー、と続いてはですね、えー、アレックス様へ。 えーの質問になっております、えー、著作権を侵害しているサイトに対してテイクダウンを実施したとしてもいたちごっこになってしまうことが多くあると思いますいたちごっこにならないようにするためにはどのような取り組みが必要でしょうかという質問をいただいておりますいかがでしょうか あいいご質問いただきました。ESA で行っている他の対策としましてはサードパーティープラットフォームと関係性を構築するということです。サイトが使っているようなプラットフォームとです。例えば PayPal のコンタクトがありますので、えー、ある例では。 まあ4つの異なるペーパーアカウントがを1つのサイトが保有しているということがありましたそのペーパーアカウントを何回も何回もさこうあ解説しているというようなことがありますのでそのような場合はそのコンタクトをエスカレーションし、えー、公式にそしてこの公式に話すだけではなくはその背,背後でそのような情報について、えー、共有しますというのはそういった場合対外侵害が行われているわけですですからエスカレーションポイントを設けることが非常に重要になってきます。 ままたたとの関係性構築も試みてきましたそしてそれ以外のサードパーティープラットフォームとの関係構築もいたしましたがそれには時間がかかります。 時にはまあこちそのビデオゲームスペースに関係ないようなところはあまり関心を示されないわけなんですけれども ESA のアプローチとしましてはその礼儀正しくあその平心抵当にアプローチするということです。と言いますのも我々はみんな人間ですのでそのような礼儀正しいアプローチを取ればあそのわた私どもが望む回答をより早く得られるということになります。 ありがとうございます。えー、はい。続いての質問ですね。えー、えー、 バージョリーへの質問になります。スタンドアローンのウェブサイトをどのように処理する必要がありますかと。えー、ホスティングプロバイダー、まあ、通常、えー、我々は、えー、ホスティングされていることをですね、えー、通知しますが、要はそのホスティングプロバイダーからは何も、えー、情報が上がってこない状況になりますが、これに対してはいかがでしょうか。 That a difficult question. それちょっと難しい質問ですね。私はどっちかというとベンダーにそれをお願いしているので私の方から実際にこうしたことをやっているわけじゃないんですね。ですので例えば特定のサイトで何かこうした権利侵害が起きているというようなことをベンダーの方から報告を受けてもしくはこちらが見つけベンダーの方からそれに対処してもらうという形ですね。 あでは私の方から答えたいいと思います、まあ、ホスティングプロバイダーに対して通知をしているものですのでこれはまあホスティングプロバイダーというのはですねシャットダウンすることには長けているんですけども、まあ、それはできるところとできないところがありましてこちらもやはり関係構築が重要だという話に戻ってしまうんですが。 例えばゲームメーカーの方からですねこういったサイトをシャットダウンしてくれないかという話が出てくるんですねでホスティングプロバイドの方に話をしてでそれが本当にテイクダウンできるかどうかということで確認するんですけども必ずしもまあテイクダウンでき,るかできたという確証はないわけですねそれ以外のサードパーティーの プラットフォームに行ってしままううということいこもあります,そ,うですねそれに付け加えてなんですけれども例えばマージョリーさんのいるバンジーと協力をしてですねホスティングプロバイダーに対してこうしたテイクダウンを要求するという場合これは さままざな意味でコンプライアンスにに関わることになりますアレクさんの方からいろいろと苛立ちを感じるということを言っていましたけれどもまあホストには責任がないということホスティング側の責任が免除するということでホスティングプロバイダーの方と関係を構築するそして ホスティングプロバイダーやもしくはサードパーティーのプラットフォームに対してなかなか動かない思い越しを何とかして動かすような形での関係構築ななどどままたインセンセティブなども考えていますこれはゲーム業界全体としてきちっとしたメッセージを出す必要があるかもしれません。というのは毎日のようにですね数千ものこうした問題が発生していると。 ありがとうございました。今のご質問に対して、弊社 CSC、あとはマージョリー様ですとか、アレック様と連携して、その回答をいただいているということがあの、実によく伺えた内容かなと思っております。ありがとうございました。はい、えー、それではですね、えー、いただいた質問に対しましては、 えー、以上になるかなと思いますので、えー、以上で、えー、Q&A セッションの方を終了させていただきたいと思います。もしまだ何か、えー、ご質問等があればですね、あの、追加で、えー、ご記入いただいて結構です。後ほど我々の方で確認しまして、えー、ご回答するように、えー、いたします。はい。ありがとうございました。 えー、以上で全てのですね、えー、講演が終了となります。本日、スピーカーをいただきました、えー、ジアーニ、えー、マジョリ様、アレック様、本当にありがとうございました、大変ためになるお話だったと思います。えー、それではですね本日、終了後にですねアンケートをご用意しておりますので、えー、ご参加いただいた皆様に関しましては、ぜひともアンケートご記入へのご協力をお願いいたします。 それでは本日のウェビナーは以上で終了となります。ご参加いただきましてありがとうございました。また次回、新しいです、ね、ウェビナーを計画しておりますので、その際にはぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。心よりお持ちしております。改めまして本日はどうもありがとうございました。こちらで失礼させていただきます。